なんで、誰だい？ほとほとと戸を叩いてやかましいね。キツツキかい？それとも、カワウソの化け物かい？別にいいさ。隠すようなものは何もね。好きに入っとくれ。マスター殿だったかい。またひょうきんな顔だ。豆鉄砲でも狂ったかい。この部屋かい。こいつは半分はかき割りさ。残り半分はダヴィンチ殿から都合してもらって持ち込んだ家財道具さ。デイデイ、カルデアはどこもかしこも殺風景でいけねえよ。ま、せっかく寄ってくれたことだし、火鉢でも当たってきな。あいにくと出がらしの番茶しかねえけどな。血を浮こう？なんだいそりゃ、聞いたことないね。ちょうど胸口を叩く相手が欲しかったところさ。ま、俺は失敬して仕事をやっつければ気にすんな。そこらに上がって座敷犬みてえにくつろいでておくんな。ああそうさ、お仲間のサーヴァント連中からの依頼だ。なに、挨拶代わりにはちょうどいいってね。あんたこっちから頼み込んであれこれ書きに行きてえくらいだが、頼まれ分も結構溜まってきたもんだから、まとめてやっつけるのさ。本当は内密にしときたいが、他ならぬマスター殿ならかまねか。マスター殿も口外無用でな。まずはお酒部の姫様だろ。ゲスト原稿とやらでこいつが一番締め切りがやばいらしいや。だから胃の一番に片付ける。次にアンデルセン殿、新作絵本の差し絵だ。いいね、好きな仕事だ。それからカイドウ丸、いや坂田の金時殿か。モーターバイシクルのエンブレムの元絵とやら、とにかくゴールデンでよろしくだとよ。黄金の錦鯉でも販売してみるかね。それとも熊と取っ組み合いでもさせようか。それからフアラオのオジマンデイアス殿の注文。遠近法禁止、ほぼ等身大、画材は岩。なに、目先が変わった、面白い。せっかくの珍奇な境遇を楽しまなきゃ損ってもんだ。あとは春画御城門の黒ひげ殿に摂政院キアラ殿。おやおや、そうなのかい。俺は春画でも遠方でも全然構わねえが。そんなに剣のない様子ならちょっと先送りにしとくかい。黒ひげ殿に至っては持参の資料とやらをほれ山のように置いていったが、はぁってもうとっくに書き始めてるさ。ちゃんと話は聞いてるよ。
さすがに耳で書くわけじゃね。よかったらマスター殿の身の上話でも聞かせてくれ。俺のことだけどさ、呼んでくれるなら北斎で構わねえよ。先生呼ばわりなんじゃこそばゆいな。トト様、学校は学校、町人は町人、サーヴァントはサーヴァント、自分の部はわきまえねえとな。メンタル？マスター殿は変わってなさる。こんな尋常じゃねえ化け物屋敷のカルデアで、そんな些細なことが気になるのかい？こうやってマスター殿と話しているときはほとんど OA さ。何しろ体がそうなんだ。ただ真剣な仕事中になればどっちもって感じだな。俺の頭のここんとこと、この指先にはトト様の記憶と絵の技が確かにあるらしい。まったく不思議なもんだな、フォーリナーとやらは。前も言ったが、当面俺とトト様は一人と一匹、合わせてようやく葛飾北斎さん。その発端はトト様の登場だ。聖杯にペコリと褒美を垂れて、深淵の邪神とやらの神通力まで盗んで道理をねじ曲げ、それでもシャバにしがみついて本物の絵を描きて、神聖の画工になりて、されど邪神に染まりきっちまうのはごめん、こむって、こうつくばりやがるんだから、まったく仕方ねえや。そんなこっちに都合のいいばかりの話があるもんかい。おかげで、トト様はこれだからな。だったらさ、長屋で肘ぶつけ合ってた頃と同じに、また俺が一緒にいてやんねえかな。当たり前さん、何か変かい？気心筆心合わせてまたトト様と絵仕事をなせるってんなら、それが俺の葛飾王位の本懐。矢移り癖がこうして俺にまで矢移りしてくれた。さすがに意表をつかれたけどな。おっ、はい、ちゃん。そりゃ悪かねえ画工だ。この現代でまた決体な画工が増えるなんざ痛快じゃねえか。とまこんなところか。納得いったかい？わあ、しつこいね。そんなもん知らないって言ってるだろ。まったく、うっすらトンカチが。ちょっと待ってろ。マスター殿、
しばらく静かにしてると思ったら、すっかり寝ちまってたとはね。丸くなって、本当に犬みたいな寝相だ。妙な寝方をすると、風邪をひくよ。おーい、マスター。ほっぺに落書きしちまうよ。しかし、こうしてみるとまだまだ子供だな。そんなマスター殿にこの俺ができることなんざ。とつくにの戦場で滑稽な筆を振るうか、気休めの夢を見させてやるくらいが関の山さん。所詮学校なんてそのくらいでいいのさ。な、トト様よ。ち、まだ言ってやがる。まあ、ダヴィンチ殿から聞いてるよ。至り期限の浮ついた風習があるってな。やれやれ、仕方ね。三時半も付き合ってくれた礼だ。服の隠しに入れとくよ。さーて、こっちもあらかた仕事を片付いた。大浴場でひとっ風呂浴びてくるかね。シャワーとやらじゃ行水同然だ。あ、あれがトト様は留守番だ。サーバントの女衆から評判よくねえからな。そうそう、もしそいつがタヌキ寝入りだったら、見るなり焼くなり呪うなり好きにしていいからな。それじゃちょいと行ってくる。